レーティッシュ鉄道アベ4-16-3101から3105軽電車は、スイス最大手指鉄であるレーティッシュ鉄道、本線クール近郊区間で使用される、平坦専用電車である。相性は本形式のベースとなったアベ8-12と同様、アレグラ。レーティッシュ鉄道内ではアベ8-12をアレグラ、ズウエスパナングストライブスジュ、本形式を、 アレグラスタムネットストリブズージュとして区分している。原型車のアベ8-12-3501から3515型との相違点を中心に簡潔に記述する。その他の詳細については同形式の項を参照のこと。スイスの鉄道では1990年代以降、低床式の客車や電車の導入により、 バリアフリー化が推進されており、レーティッシュ鉄道においても2007年、サービス向上と運行の効率化を図るべく、4ステップからなる長期更新計画が以下の通り策定された。本形式は、この計画の第2ステップ用の機材として導入された。ベースとなった a b 八8 1 2 3 5 0 1から3515型は、本線、ベルニナ線乗り入れに対応するため、 副電圧対応で、機関車代用として運行されるため大出力となっているが、本形式は、本線の平坦線区間にのみ使用されるため、交流専用となっており、編成出力も半減している。一方、中間付属車が増車されたことにより、二等座席数が76から156へと、収容力を大きく高めている。また、MT 比は低下しているが、重量のかさむ、 伝送品も半減しているので、空車重量は逆に106トンから105トンへと、軽量になっている。各機体の編成番号、試運転日、機体名は、以下の通りクール地方の地元紙、スードスシュバイズは2012年11月、レイティッシュ鉄道の新型車導入計画が大きく、遅延していると報じた。記事の内容を大まかにまとめると、 もともと2011年春には営業運転開始するはずであった新車投入が2013年春以降にずれ込む見通しである。ちょうど1年前に納入された第一編成、残る4編成ともまだ乗客を乗せることができない。鉄道、メーカーともに納入段階では9月初めには営業を開始するだろうと発表していた。そのうち1編成はドマーと エムス駅の留置線で放置されている。取材に対し、いくつかの技術的な問題が発生していること、承認試験が予定通りに進まないとメーカーはコメントした。さらに、半年後、2013年5月、同市は、続報にて新車が未だ来日エなう駅で留置されたままであること、試運転の段階で、危機調整がうまくいかず、 部品を修理しなければならなかったこと、夏になってもおそらく承認は降りないだろうという観測を出している。ヒンタールハイン川を渡る3102編成。ありがとうございます。